ロジャー・コーマンは、アメリカ合衆国の映画プロデューサー、映画監督。日本語では、低予算映画の王者、B 級映画の帝王、英語では、キング・オブ・ザ・ BS、ザ・ポープ・オブ・ポップ・チネマなどと呼ばれる。自伝、私はいかにハリウッドで100本の映画を作り、しかも10セントも損をしなかったかで、映画産業での B 級映画制作の体験を描いた。また、2011年には、 コーマンや関係者にインタビューしたドキュメンタリー映画、コーマン帝国が公開された。コーマンはミシガン州デトロイトに生まれ、高校生の頃ハリウッドに引っ越したことをきっかけに映画に興味を持つ。1947年にスタンフォード大学でインダストリアルエンジニアリングの学士号を取得している。彼は1953年より映画プロデューサー、脚本家としてのキャリアを開始し、 1955年には、ファイブガン、荒クれ五人拳銃、女子大脱走、荒野の待ち伏せなどを監督した。1971年までに彼は1年あたり7本の映画をプロデュースした。リトルショップ・オブ・ホラーズは2日と1番で撮られたと言われる。しかし、当の映画の撮影にあたったスタッフからは、こうした伝説は批判され、 コーマンが自分を神話化しようとしていると言われている。コーマンは300を超える映画をプロデュースし、そのうち50は自分で監督した。それらの映画は、サミュエル・ゼット・アーコフとジェームズ・ニコルソンの映画会社、アメリカン・インターナショナル・ピクチャーズを通じて、主にドライブ・イン・シアターへ配給された。1970年代は、ニュー・ワールド・ピクチャーズを拠点にしていた。 1983年にニューワールドを売却し、新たにコンコードニューホライズンピクチャーズを設立。代表的なものは、エイプが制作したエドガー・アランポー原作の解禁映画、例えば、アッシャー家の惨劇、恐怖の紳士カンプの生き埋葬、黒猫の怨霊、忍者と悪女、赤指苗の仮面、黒猫の住む館などである。そのほとんどにヴィンセント・プライスが出演しているほか、 チャールズ・ボーモントが脚本で参加している。また、チャールズ・ボーモントの脚本、新人時代のウィリアム・シャトナーが主演した、新入社は、人種隔離や公民権の問題に対して迫った。この作品は、人種問題が強く残る時代に、南部で撮影されたため、撮影中、地元住民から脅迫、嫌がらせを受けた。 その他、リトルショップ・オブ・ホラーズ、X 線の目を持つ男、残酷女刑務所、デスレース2000年など、カルト映画として人気のある映画も制作している。1990年代以降、流行に便乗した、モックバスター、および、セット等を再利用した、カルノザウルスに、ジュラシック・アマゾネスのような映画を撮った。監督作品は50作以上、制作、または、 制作葬式作品は約400作に及び、現在も継続して作られている。下記に記すのは監督作品の一部である。組合に加入しているスタッフや俳優は低予算映画で使うには賃金や労働条件の面では理に合わないことから、彼は大学の映画学部を出たばかりで就職していない若者や俳優を目指している若者などを頻繁に起用した。 これは映画への情熱に燃える若者を次々と使い捨てることだったが、結果的に、こうした若者たちの映画人としてのキャリアのスタートになった。かつて彼の下で働いていたスタッフやキャリアを始めた、俳優から、ジェームズ・キャメロン、ジョン・セールズ、ジョン・ミリアス、ピーター・ボグダノビッチ、ジョナサン・デミ、デニス・ホッパー、ジャック・ニコルソン、ピーター・ホンダ、ロバート・デニーロ、マーティン・スコセッシ、 フランシス・フォード・コッポラ、モンテ、ヘルマン、ゲイリー・カーツ、ロン・ハワード、ガスバン・サント、スティーブン・スピルバーグら、ハリウッドで、その後活躍した多くの映画監督や俳優が存在する。フレッド・オーレン・レイや、ジム・ウィノースキーなど、B 級映画専門の監督たちも、彼の下で働いていたことがある。また、フィリピンやペルー、カナダなどのプロデューサーに、ロケ地選定から、 映画制作まで丸投げしていた。1990年代以降、俳優志望や監督志望の若者は、ハリウッドやテレビ業界が積極的に抜擢するようになったこともあり、コーマンのスタッフからはあまりスターが出なくなった。ゴッドファーザーパート2、アポロ13、羊たちの沈黙、スクリーム3やビバリーヒルズ青春白書などに亀を出演している。また、 1996年にロサンゼルス批評家協会賞を2009年にアカデミー名誉賞を受賞している。後年インタビューで正直、低予算映画制作者には絶対くれない賞だと思っていた。セレモニーにはこれまで一緒に仕事をしてきた多くの友人が駆けつけてくれて、彼らのスピーチには心の底から感動したと振り返っている。1980年代前半には、 銀河鉄道39、風の谷のナウシカなどを配給したが、吹き替え版制作にあたりキャラクター名やストーリーを徹底的に改変した。例えば、ロシア製 SF 映画、火を吹く惑星は若き日のピーター・ボグラノビッチを使って、金星怪獣の襲撃に、編集、改作し、日本沈没は、アメリカが日本の危機的状況を救う、タイダルウェーブに作り替えて公開した。 デルスーザーラの配給券を買い取った際には改変を行わず収益を上げてアカデミー外国語映画賞受賞にまで至った。ありがとうございます。